エリック・アール・アルモンテ・モレータは、ドミニカ共和国出身の元プロ野球選手。宇藤右打ち。実刑は、元プロ野球選手のヘクター・アルモンテ。1996年にニューヨーク・ヤンキースと契約。2001年、メジャー初昇格。2003年は主に、デレクジーターの控えとして31試合に出場。同年オフに、セーブが、松井和夫の後釜として、 獲得を目指したが、獲得には至らなかった。2004年は、コロラドロッキーズ参加のサンエーコロラドスプリングスで、主力としてプレーし、翌2005年に2年契約で、北海道日本ハムファイターズに入団。スカウトは3割2分、20本は打てると評価していた。2005年シーズン開幕時は、なんとか1軍に残り、1 0 0球眼の良さで死球を選ぶなど、 出塁率は高かったものの、打撃は不振で、守備でも当時日本ハム GM の高田茂が、全然、ダメと嘆くほど粗末な失策を連発し、5月5日には二軍降格。二軍では4番や1番を務めるなどして、好成績を上げたため、7月13日に再昇格した。以後は、指名打者や代打での起用が主となったが、昇格後も成績が一向に向上せず、 二年契約にもかかわらず、9月3日に同僚のブランドン・ライトと共に戦力外通告を受け、退団。2006年はアメリカのクリスリーグであるアトランティックリーグのロングアイランドダックスで主力としてプレー。2007年から2008年はデトロイト・タイガース参加のマイナーリーグでプレーし、2009年からはミルウォーキー・ブルワーズ参加のサン・エーナッシュビル・サウンズでプレー。 2011年はスプリングトレーニングに招待選手として参加。規定打席に到達した選手中最高となる打率416、3本塁打、オプス1.074を残し2003年以来8年ぶりとなるメジャー昇格を果たし開幕試合出場も果たした。しかし4月26日の練習中に早急を前頭部に受け、 27日にはこの年から新設された脳震盪を起こした選手を対象とした7日から15日間の短期故障者リスト適用第1号となる。6月3日には40人枠から外れた。2012年もブルワーズとマイナー契約を結ぶがメジャーに昇格することなくトリプル A 級ナッシュビルでシーズンを終える。二千十三年はメキシカンリーグのアグアスカリエンテスレールロード面で プレイ。2019年からは、セントルイスカージナルス A 級参加球団のピオリアチーフスの監督に就任する。性格が良く、練習熱心であり、後輩の面倒見も良く、若手選手の手本になっていた。その存在は、外国人選手とは思えなかったと、日本ハム在籍中他の日本人選手から言われていた。しかし、シーズン当初から、 遊劇種のレギュラーでチームからの信頼も扱った金子誠鬼軍に落としてまで使うに値する選手なのかと疑問視されていた。彼に使われた応援歌は専用に作られたマイナーメロディのものであった。この応援歌のメロディは歌詞のアルモンテの部分がアウフタクトで8分音符前に出ているという工夫が凝らされていた。だが実際に 球場で演奏されると、そのアウフタクトが消えていた。これは応援団がメロディを間違って記憶してしまったために起こったもの。なお、この応援歌は後に2013年に入団したミチェル、アブレーユに流用されている。ありがとうございます。